ベッシー・リリアン・ゴーディ・カーターは、アメリカの看護師。元アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターの母。1898年、ジョージア州リッチランドで、ジェームズ・ジャクソン・ゴーディとメアリー・アイダ・ニコルソンの娘、娘ベッシー・リリアン・ゴーディとして生まれた。ベリー・ゴーディの父、ベリー・ゴーディ、シニアの範囲とこにあたる。1917年に、アメリカ陸軍で、看護の仕事を志願したが、拒否された。 代わりに、リッチランドのアメリカ合衆国郵便公社に勤め、1920年にプレーンズに引っ越した。ワイズ療養所で研修生となり、1923年にアトランタのグラギ記念看護病院学校で看護の学位を取得した。家族は当初、看護の道に進むことに否定的であったが、訓練を続け、非常に成功を収め、白人、 黒人両社会の尊敬を獲得したことで肯定的になった。ミスリリアンとしても知られ、黒人に対しても裏口ではなく、表現感から家に入ることを許可し、白人の隣人と同様に扱い、リビングでの雑談を楽しんだ。会話は夫が帰宅しても続けられた。リッチランドの郵便局で働く父ジェームズから強い影響を受け、自由主義に目覚めた。父は常に、 精神誠意働き、たびたび黒人労働者と夕食を共にしていた。これは20世紀初頭では非常に珍しいものであり、リリアンもこれを見習った。ジェームズ・ R ・カーター・シニアと出会い、卒業後すぐに結婚した。元アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターをはじめ、4人の子供がいた。1925年に名目上は看護師を退職したが、実際は、 ナースプラクティショナーとして、夫の店の数百人の従業員や、プレーンズ住民のために働いていた。経験なキリスト教徒であったが、定期的に教会に行くことはなかった。地元の教会のシスターがアフリカへの福音選挙を企画すると、その前にアメリカでやるべきことがたくさんあると取り乱した。日曜日の朝、家族が礼拝参加している間、自分で、 聖書研究をしていた。夫の死後、オーバーアン大学で7年半寮母として働いた。その後、ブレークリーで介護老人福祉施設を経営した。後に、積極行動主義者となり、人種差別廃止運動に身を投じ、ジョージア州プレーンズでアフリカ系アメリカ人への医療活動を行った。1966年、平和部隊に参加した。精神鑑定が完了後、 3ヶ月の訓練を受け、インドのムンバイから30マイルのゴードレージコロニーで働いた。21ヶ月間同地でハンセン病患者を支援した。エモリー大学はそれに敬意を表し、リリアン・カーター国際看護センターを設立した。平和部隊アトランタ地域事務所は最も貢献した50歳以上のボランティアとして、リリアンを称した。1977年2月17日、 ジミー・カーターと、息子ジミーは大統領に立候補することを決めたとき、最初に、それを打ち明けた一人が母である。当初は、民主党の指名候補のダークホースであった。ミス・リリアンとして知られ、1977年に、息子ジミーに関するミス・リリアンフレンズ、アウェイ・フロム・ホーム、レターズ・ズ・マイ・ファミリーという2冊の本を出版した。後者の本は平和舞台で、インドにいたときに、 家族に送った手紙を集めたものである。南部の魅力と現実的性格からマスメディアの評価が高かった。息子が大統領に立候補するつもりだというと、プレジデント・オブ・ホワットと述べた。1977年、ルシル・ボール出演のテレビ映画、ルーシー・コールズ・ザ・プレジデントに自分自身の役で亀を出演した。息子、 ビリーのビール事業のテープカットに参加するかどうか、友人に聞かれ、アイ、アテンディド・ジミーズ・イナウグラ・チ i ン・ディドンとアイと述べた。ユーゴスラビア大統領、ヨシップ・ブロズ・チトの葬儀では、米国代表団代表を務めた。ジミーの就任式の日、息子を誇りに思っているか尋ねられ、おっとりとウィッチワンと尋ねた。1981年1月、息子、 カーターの大統領退任直後に乳がんと診断された。1983年4月に治癒した一方、娘ルースが同年9月26日に死亡した。さらに、乳がん、骨腫瘍、水がんを患い、10月30日に3人の子供たちに見取られ、アメリカスで死亡した。1983年11月1日、レバノン教会墓地で6分間の別れの儀式の後、 夫のカターラに埋葬された。彼女、三人の子供、ビリー、ルース、グロリア、夫ジェイムズが水癌で死亡している。長男ジェミーは水癌になっていないが、2010年に、激しい胃の痛みにより、水癌と誤認された。そのため、現在、水癌治療法の研究の資金支援者、講演者となっている。ありがとうございます。